はい、どうもヒョドルです。デジモンストーリーサイバースルース続きをやっていきたいと思います。クロンレベル4にね、メダルを専門に売買している人がいるっていうので、そのメダルをね、その人に会いに行こうと、まあそんな話ですね。で、案の定クロンレベル3の前、レベル4への道ですかね、に立ってた、なんだなんかね、ハッカーが立ってて通れないようになってたんですけど、その人がいなくなってたので、これからこの壁を開けたいなと、そういう感じですね。で、これでレベル3の扉が開いたので、レベル4に進むことができるようになりましたと、そういうことですね。まあ、レベル4に入るのは初めてですね。何が待っているのやら。この辺の構成は同じですね。この人も寄るな寄るなって言われちゃってましたけど、この先、まあストーリーが進んだらレベル5に入ることができるようになるんでしょうと。というわけで、お、なんかコピー&ペーストのあれがありますね。こんにちは、ビクトリー内田。これも社長になるため、ヒービクトリー誰あなた探求者の USB。 おう、なんだこれ。今回はこれで勘弁してやる。次こそは見つからないぞ。なんだろう、マップにこういる、なんすかね、アイテムくれる人ちょっとよくわかんないけど、また別の場所に移って見つけたらアイテムくれるんですかね。スキャン時に得られるデータが増える。おお、すげえ、いいね。装備品だ。じゃあこれ装備しとこう。メタルグレーモンに装備しとこうかな。じゃあ、どうすんだっけ。ちょっとあの分かりにくい。よし、これで探求者の USB つけときましょう。まあ攻撃力下がったけど大して問題じゃないかな。っていうかあれか、装備品ってあのなんだろう、進化の、適当につけときます。進化のなんだろう、その成熟期なら何個とか、完全体なら何個とか、そういう感じじゃないんですね。メタルグレーも1個しかつけられませんでしたね、今。なんか意外だな。少ない。この辺も見通りいった方がいいってことなんですかね。とりあえずこれを、コピー&ペーストね。これでコピーできるんだよね、多分ね。よし。お、ラインだ。ラインもね、なんかちょっともう割とどうでもいいかなって思ってるんだけど、正直あ、なんか結構来てたわ。何、地震、雷でいいのかな。ワンクーモン、親父だと思うんだけど、親父で決まりでいいのかな。トレーニングばっかりやっててもつまんないな。ね、今度ストーリー連れてってくれないかな。まあ頑張れアンキロモン。アンキロモン連れていくことがあるかどうかちょっと自信ないけど、これなんだろう、これ上行けんのかな、もしかして。お、上がった。あ、これ上の階ってだけなんだ。なるほど。あそこびっくりマークついた人がいますね。あの人がメダル屋なのかな。お、スカモン初めて見たな。まあ、この辺は一緒に攻撃でいけるかな。今日あれだね、成熟期が普通に野生として出るようになったんだ。リベンジフレームはこれいまいちだね。ウイルスか。おお、え、今腕伸びた。アタックで、あ、ちゃんと見てなかった。次ちゃんと見よう。おお、混乱した。なるほど。なんかちょっと雑魚デジモンっていうか、普通にエンカウントするやつもそれなりの強さになってきた感じがしますね。あー、惜しい。じゃあクリサリモンでとどめ、はい、で、ちょっとメタルグレーモン、あー、けどアタック、あ、アタックした自分に攻撃したけど左腕の爪伸びるんだ。へえ、そんなギミックが。ちょっと混乱させすぎなんじゃないですか、モフ君。うっとうしいぞ。あー、くそあやばいこんなやつに苦戦させられるなんて。これで終わりかな。あー、やべ、油断したいけるかなと思ったらそんなことなかった。あー、大丈夫たまたま攻撃当たった。よし、結構経験値くれるかな、くれたのかな。レベ
り低いからってだけかもしれないけど。あとね、ゲコモンにしちゃったんですよ。メタルシードラモンをちょっと戻しました。メタルシードラモンちゃうわ、メガシードラモンか。メガシードラモンを成長期まで戻して、でゲコモンに進化させてみました。成熟ん、あれ違ったっけ、これ成長期だっけ忘れた。ゲコモンは成熟期だよね。そうそうそう、成熟期でゲコモンにしました。でまあちょっと才能を上げるやつもいた方がいいかなっていうので、でメタルグレーモンとメタルマメモンに関してはちょっとレベルを上げていって、まあ、いろんな技を覚えた状態で戻してみるのがいいかなと思ってます。でその頃にはカブテリモンとかクリサリモンとかゲコモン、ガブモン、ガブモンはまだかな、まあ、進化できるようになってるだろうっていうことで、ちょっとこうなんていうのかな、戦力があまりにこう著しく進化の過程でなんかこうなくなっちゃう、戦力が低くなっちゃうっていうことを避けるようと思って、ちょっとずらしながらね進化させていこうと思います。であなたメダル屋さんですか、世渡り上手なバイヤー。お、バイヤーってことはやっぱメダル屋かな。電脳探偵、そうです、私電脳探偵です。探偵だろうが警察だろうが顧客の情報は教えられねえな。おお、見上げた人ですね。顧客の信頼を裏切ったら終わりなんだよこの業界は言ってることはなんかちゃんとしてる感じするね。ちょっと漢字には弱いのかな。又吉のおやすさんもそんな部署に配属されたとか言ってたっけ。お、知り合いなの。もう知ってるどころじゃねえぜ、それはどういうことだ。なんかはい、じゃあリーサルウェポン的な感じね。激レアデジモンメダル、確かにユリン来たやつが嫌がりましたよ結構あっさり口割るんだ、いいんだそこは。でも結局値段が折り合わずよそに行き上がりましたですよ。おお疑ってないよ。又吉さんはいろんなパイプをお持ちなんですね。残念、当てが外れたな。本業感じてるやつは5万といるだろうさ。なるほどね、弱みを握られてるやつもいると。お、京子さん、例のデジモンメダルの反応を検知した。おお、レア度の高いデジモンメダルには特別な ID が割り振られているらしくてね、要はそれを追跡しただけなんだが、そんなことができるのか。所有者は所在地の特定を防ぐため ID は非公開設定になっている。ほうほう、京子さんちょっとマジ何でもできるな。なんか自分の調査がこうトローに終わった後で京子さんが手がかり掴んでくるっていうのがすげえいっぱいある感じがする。反応は世界中で検知されたがエデンネットワーク内においては一つだけだ。ほう、推理するまでもなくこれが依頼人のメダルだろう。反応はクーロンレベル4、そのエリアのかなり奥まったポイントにある。なるほど、場所が場所だ、危険にはあらかじめ備えておくように。了解です。じゃあこの上上がらずにその奥を、下の階で奥を目指していけばいいっぽいですね。倫理的ハッカーなんか矛盾してる感あるけどいいのか。さすがに目に余り、おお、いい人なの。聞いて聞いて、どうしたのどうしたの。いきなり地味犬の PV に変わっちゃったの。ほほー、電波ジャック。この体験談をワイドショーに売り込めば番組が取材に来てくれるんじゃないかって思うの。なるほど、大丈夫けど、あなたハッカーなんでしょう。ヤブヘビみたいな話になんないのかな。無理しちゃダメだよ。お、トイヤグモンも出るんですね。いい感じで溜まっていくな。ワクチン、ウイルス、なるほど。クリサリモンはまあ割と万能ですね。メタルグレーモンがちょっとここだと役に立たないか。データ集入れたいな。どれくらいの頻度で出るか分かんないけどね。データクラッシャー、どんくらい効くかな。よし、メタルグレーモンはじゃあボルケナパーム、
ドーン、あんま食らないかな。まあそうだよね、しょうがない。クリサリモンのアタックでいけんじゃない。あーミリ残った、クソ。ホイヤグモンもね、なんか育ててみたいわ。みたいな見た目が面白いし、ね、なんかね、ティラノモンのぬいぐるみみたいなやつがねいたと思うんだよね。そういうのになれるんじゃないかという気がする。ポン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 レベルは上がっていきますね。そろそろガブモンがガルルモンに進化しても良さそうかな。はい、というわけで、ガブモンをガルルモンに進化だけちょろっとさせてきました。これで先に進みたいと思います。まあね、もう一回ぐらい戻さなきゃいけなくなるような気はするんだけどね。まあいいやってことで、スピーベースト、これで、ん？あれ？あれ、さっきのコピーした情報失われてるかな？無理しちゃダメだよ。お、ギルモンじゃん。すげえ、30% ももらえた。嬉しい。ギルモンね。これなんか初めてじゃないかな。なんか見たことない気がする。グラウモンには一回会いましたけどね。ギルモンウイルス種なんだ。へえ。これあのデジモンテイマーって3つ目のデジモンアニメですね。の主人公をデジモン、そうかな。みんなよく、ね、主人公のパートナーデジモンですね。まあ、ちょっと正当なやつも育ててみたい気もする。アースクエイク。メタルグレーモンが覚えたかな。なんかこう完全体っぽいっぽいってなんだって話もあるんだけど、いい感じな技覚えてくんないかな。結構レベル上げないと覚えないのかな。一切情報見ずにやってるんでね、よくわかんないんだよな。これこでここにペーストするんじゃないのかと思うんだが、あーできたできた。なんかさっきのイベントでコピーした情報がなくなっちゃってたんですかね。あーでこれで降りてくるんだ、なるほどね。よし、じゃあこれで上がれますね。よしよし。でここはなんもないと。行くぞみんな。あーゴールドのメモンや。テクスチャブロー。おっ、あドットにされちゃった。ちょっとこれはこれでなんか楽しい絵も見れたわ感。いけピコンピコンピコンって。みんなよく頑張ったね。いいねこれはこれでなんかいいよ、なんか見てて楽しい。じゃあじゃあなんかね、合衆を誘いますよね。俺の母ちゃん地味犬の PV を見始めてから様子がおかしくって、なんかぼーっとしちゃってるんじゃないの。あ、やっぱりね、正規がなくなったっていうか、俺いろいろ心配だよ。母思いならハッカーから足洗いなさい。あなたなんかね、さくらもぼーっとしてるみたいな話をずっとね、りょうたくんがしてるので、なんかそういうのがあるんでしょうね。地味犬、地味犬の PV って実は続きがあってさ、課金すると続きの映像が見られるんだって。どんな映像なのかな。むっつりなハッカーってなんだ。ボタンビな、いわゆる一つのビなるほど、むっつりね。むほってむほって言うっけなるほど。そろそろその地味犬のなんていうんですかね、闇というかに足を踏み入れそうな感じがするな。デジラボのコネクタっていうか、なんつうの、端末があそこにあったから、そろそろなんていうか大勝負というか、向こうにビックリマークついてるやつが見えましたね。ボス戦が来るかな。ハロー。最近のハッカー絡みの事件のほとんどは新参チームデモンズの連中の仕業だ。おお、元ザクソン、なるほどね。なんかあれか、元カプコンの人たちが抜けてプラチナ作ったみたいな。行くぞみんな。
とりあえずびっくりマークがついてた人からは離れる感じで、なんかねアイテムいろいろありそうなのでそっち先に探ってます。デジモンキャプチャー詐欺が流行ってるらしいよ。金やレアなアイテムと交換させられるんだけど、結局偽物のキャプチャー渡されるんだってさ。知ってる知ってる。その被害者ダメそうなサラリーマン。行くぞみんな。相変わらずのゲコモンスカモンですね。結構ねデジモン、相手デジモンも硬くなってきてる感じありますね。ゲコモンはカブテリモンに任せるとして、このうんこ野郎を先に。フラッシュシンフォニーアタック。さっきねうんちめっちゃ投げつけられたんですよね。しかもピンクのアラレちゃんみたいなやつ、なんかねスピードダウンとかなってましたけど、スピードダウンっていうかモチベーション下がるわみたいな。お、なんかいるぞ。あ、あれフレイドラモンじゃん。行くか。俺とバトルしていい？俺の後ろにいるフレイドラモンが見えねえの？それとも見えてて喧嘩売ってんの？よし、とりあえず一発やってみよう。お、ちょっと音楽も違うぞ。君の実力を見せてよ。これあれじゃね？これ倒せばさアイテムくれるんじゃないかな。なんだっけ、勇気のデジメンタルだっけ、なんかそんな感じのやつ。すげえ素早さが高いのかなこれ。どうしよっかな。クリサリもとりあえずガードブレイクするか。
で、カブテリモンを月光モン、水属性に変えた方がいいような気がするんだよな。ボルケナパームよりヘビーストライクかな。どうや、まあまあ、まあ、普通ちょっと弱いかなぐらい。お、なんだろう、何やったんだろう。これあんま効かないんじゃないかと思うんだけど、そんなことないのかな。ちょっと試しにゲコモンに入れ替えてみますか、カブテリモン。あー、間違った。カブテリモンもゲコモンどうかな。ちっちゃい、かわいい。ナックルファイヤー、うほー、すげー。クリサリモンはじゃあデータクラッシャーかな。クリサリモンがね、結構なんかこう、まあ属性持たないからなんですけど、どの場面でも平均的に戦力出せて結構重宝しますね。どうしよっかな。リベンジフレームとかやってみようか。うまく決まったら強いのかな。けど次相手2回攻撃だし可能性は結構あるんじゃないか。ナックルファイヤー全体じゃね。どうだどうだ。お、来た、カウンター、ドーン。あー、いまいち。もうちょっと効くかと思った。うほっ、うほっ、強ない、強ない。ちょっとじゃあクリサリモン回復しなきゃ。残念。なかなかフレイドラモン攻撃力が高いな。これ無属性の知力貫通。おう、ハイドロウォーター、あ、やっぱ弱点だよね。これでどうかな。161、うん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 、まあ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 、いいんじゃない。きーきつー。どうしよっかな。ボルケナパームだとどれくらい食らうかな。110か、うん、ゲコモンの方が効くね。弱点つく方がやっぱ効く。お、カウンターいいね。あ、うん、メダルグレーモンはまだカウンターが効いてる状態なのか。なるほどね。次のターンだけかと思ったらそういうわけじゃないんですね。非常にいいね。じゃあ、うんうん、ナノマシンブレイクとデータクラッシャーどっちが効くかな。こっち使ってみようか。そうや、で111、データクラッシャーはどんくらい食らってたっけ、忘れちゃった。メタルグレーモンのカウンターいいね。あ、やべ、ちょ、回復するの忘れてた。やべ。なんかグループ回復とかあったっけ。味方全体いいね。これ使うか、1個使っちゃいましょう。ちょっと回復するの忘れてたわ。あー、じゃあゲコモンじゃなくてクリサリモンあたりのターンで使えばよかった。ミスった。まあいいや。データクラッシャー使ってみましょう。これどうだろう。112、まあ大して変わんないね。でメタルグレーモンはまだカウンターが効いてるから、うん、まあじゃあヘビーストライクあたりですかね。121、よしよし。そろそろ、うわ、3回攻撃って多いこいつ。おお、やばい、これ2倍ダメージだよ。メタルグレーモンに単体攻撃とか来たらもう惚れる。あ、やばい、これ月光モンとクリサリモン、うー、よし、これもう押し切れるっしょ。ハイドロウォーター、これで終わりや。続けていこう。よーし、いやー結構強かったな。あぶねー。あ、やっぱり勇気のデジメンタルもらえた。やったね。経験値はそんなにくれなかったかな。けどこれでフレイドラモンに進化できるようになるんだ。なるほどね。でかい態度取ってすいませんでした。いやいやいや、結構きつかったよ。これでミラクルに、へえ、すげえ、メモリアップやったー、ゲット。いや、ちょっともう満身創痍だわ。ちょっとデジモンを入れ替えようか。きちい。クリサリモンが死にそうなので、ここを、そうだな、ワクチンにしようか。相手ウイルスが今ちらほら出てくるので、あと、メタルマメモン入
して、まあ、これでバランスいい感じでいきますかね。よし、じゃあちょっとクリサリモンがダメージ食らっちゃったのとレベル上げられそうなので、レベルじゃねえ、進化し回復がてら進化しに行こうかな。それじゃあクリサリモンを、あーこれもいいな、これ多分メガドラ、いや XV ドラモンとかかな、わかんないけど、まあこっち一択なんですけどね。インフェルモンに進化、こいつめっちゃ好きなんですよね。ドーン、きたー、インフェルモン。これデジモンワールド僕らのウォーゲーム、デジモンアドベンチャーか、僕らのウォーゲームっていうね映画があるんですけど、それの敵デジモンなんですよね。なんかこの不気味な感じがすごい好きで、いいね。ただあれだね、こいつらサポートスキルがちょっといまいちなんだよな。アタックをした時に 10% の確率で対象を促進させる、いまいちだよね。お、ヘルズグレネード、敵一体に非属性の威力30の物理攻撃を4回行う、 5% の確率で対象の防御力を 10% ダウン。なるほど、才能が14か、進化できないだろうな。これかな、こっちかな、どっちかな。ディアボロモンにしたいんだけど、あこれベルゼブモンだ、絶対ベルゼブモン、やべえめっちゃしたいけど超大変、才能80ってマジか。これかな、いやこっちっぽい、あこれかな、いやそれでも才能40か、しんどいな。これはだいぶ長丁場で頑張らないと進化できないね。はい、やってきましたよ。怪しげな仮面をつけている。あー久しぶりこの仮面。いたな。激レアデジモンメダルを奪ったって言いたいの？いや、まだそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。見てよ、この細腕、このやわ肌。悪魔的に乙女なハッカー。ID が一致する？もうしつこい子ね。知らないって言ってるでしょ、そんなサラリーマン見たこともないわよ。これはサラリーマンって言ってないけどなんで知ってるんだってやつでしょ。やっぱりベター、しつこい子は嫌われちゃうぞ、お姉さんが教育してあげる。こうどう見ても男グラだろう。行くぞこらー。乙女なだけで女性とは言ってないってやつかな。まあいいや。お、バケモンに呪霊モン、呪霊モンじゃねえなこれ、なんだっけ、いや呪霊モンだ、へえ。あ、呪霊モンなんだ。デジモンワールドってプレステのね、デジモンワールド、デジモンのゲームに出てきた呪霊モンは草生えてないんだよね。おお、一発で倒しちゃった、マジか。意外。まあいいや、やったぜ。なんか草生えてなかったからこいつもそんなになのかな、そんなにっていうか、なんかその呪霊モンとは別のデジモンかと思ったらそういうわけじゃないのかな。なんかあれかな、大人の事情でグラ変わっちゃったのかな。あ、なんか自動で回復したいもん。なんかあっという間に倒しちゃった。これは真打ち来るでしょ。まだ HP 抑制値下げるのかな、なんだろう。これはまだ来るよね多分ね。ギャフン、ギャフン、あー来た、地味犬さんに言いつけてやるんだから。それ言っちゃダメだよお前、地味犬が黒幕か。やっぱそこ突っ込んじゃいます。そのためのセリフぐらいな勢いだったよね。例のデジモンメダルを取り返すだ。うん。でしょ？こちらから連絡したのは他でもない。実は今、次なる依頼が事務所に来ていてね。依頼者とその内容から勘案して、君が担当するのがふさわしいと判断した。了解。地味犬絡みかな、この流れは。又吉さんと
よう探偵助手。誰だあれ。元気にやってるみたいじゃねえか。元気だよ。ん？上白とナイルコープの件はどうなったかって？そいつは目下調整中だ。今回は別件でな。依頼人を連れてきたのかな。こちらが今回の依頼者、君の友人。おお、なるほど。保護者だ。あなたのお母さんか。さくらから話は聞いていました。あら、なんて聞いてたんですか。あなたなら話しやすいわね。実はさくらが言い出してしまったの。なるほど。最近どうにも様子がおかしくて心配はしてたんだけど、まさかこんなことになるなんて。お母さん、様子がおかしいというのは具体的にはどういう。事件絡みですよね。部屋を暗くして音楽の映像を見てるんです。朝から晩まで同じものを繰り返し繰り返し。部屋からは出てこないし、学校にも行かなくなって。さすがにそのことを叱ったら家を出て行ってしまったと。そうなんです。それで警察に相談に行ったら、刑事さんにここを紹介していただいて。しかし、どうしてわざわざ私のところに。この探偵事務所は評判いいね。この件となるとどうにも上の腰が重くてな。腰が重い。事件性がみたいな話。家での原因になったと思われる音楽の映像引っかかったんで、ちょっと調べてみたんだ。そうしたら。そしたら。お。はーい、アミーたち、お待たせ。すっかり恒例的なあれになっちゃってる感じの。さあ、地味犬。ビンビンに伝わっちゃってる。このエキサイティングなフィーリング。聞いてくれ。俺様の新曲、切ないハミングバード。お気楽にしびれて、ユウたちも俺様のわら人形になっちまいな。これです。さくらが見ていた映像です。とうとう地味犬にスポットが当たり始めましたね。どうやら説明の手間が省けたみたいだな。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチーム、デモンズの犯罪行為が手に負えなくなってきてやがる。なんかそのか いいのこのなんか一応ミュージシャンでしょ。スキャンダルじゃないそれ。からしてかなり大口のスポンサーが背後にいると俺は睨んでる。うん。まあ上白と関連ある感じはあったよね。警察の腰が重いと。なるほど。ええ。大掛かりな電波ジャック、大口のスポンサー、警察の捜査の鈍化、上白ですか。確かな証拠はないが、おそらくな。やっぱそうなりますよね。上白ってエデンを運営しているあの娘のことと何か関係があるんでしょうか。お母さん、任せてください。お母さん、娘さんのことはお任せください。我々が必ず見つけ出します。どうか安心してご自宅でお待ちください。さあ、そこまでお送りしましょう。君は又吉刑事から詳しい情報を聞いておいてくれ。上白が絡むとどうしてもな。前に一度俺がやらかしちまったからよ。何したの。俺が下手に動くと上に潰されるのがオチだ。あれか、公務員の苦しいところだな。なんだっけ、昔調べて情報を募集されたかなんかがあったよね、確かね。任してください。能力知ってんの。話は全て京ちゃんから聞いてる。あら、お前さんにどういう能力があるかってこともな。京子さんバラしちゃったんだ。お前さんが戸惑うのも無理やね。けど上白の摘発は俺と京ちゃんの悲願なんだ。なるほど。一丁前に正義ってやつに燃えていた俺からその理想と尊敬する先輩を奪った。それが上白だ。先輩っていうのは京子さんのお父さんのことかな。クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警官。やっぱり京ちゃんの親父さんは上白に消されたんだよ。やっぱそうなるよね。もちろん確実な証拠はねえけど、上白は俺と京ちゃんにとって仇なんだ。
どうしても神代の尻尾をつかみたい。ここんとこ活発に動いてる神代とお前さんの能力、今がチャンスなんだ。俺に、いや俺と京ちゃんに力を貸してくれ。ありがてえ、頼んだぞ若いの。結構あれだね、神代はこうなんとなく敵って感じになってたけど、何かあったのか。目に涙を浮かべていたように見えたが、おっちゃん神感極まっちゃった。ふん、またよし刑事、熱い人だろ。君の能力コネクトジャンプが犯罪スレスレであることはあの人も分かっている。まだまだ子供の君に頼ること自体本当はやりきれないはずだ。ただあの人にとって神代に迫ることはそれだけ重い課題ということなのだよ。おじさんは本当は私のことも巻き込むべきではないと思っている。しかし私自身が神代に迫ろうとしているからな。それならばいっそ巻き込んでいった方が万一の場合に私を守れる、そう考えてくれているんだろう。まったく、ああ見えて熱い人なんだよあの人は。むさ苦しいほどにね。まあ、熱い人にしか見えへんけどな。外見からして。さて話を本筋に戻そう。君は行方不明のさくら君について手がかりを追ってくれ。うん、どんな小さなことでもいい。彼女が立ち寄りそうな場所を調べて痕跡を見つけ出すんだ。その間に私はジミー・ケントやらのこの不快な映像について調べておく。おおよその察しはついているが、検証を怠ると命取りにもなりかねない。有能な助手を私の怠慢で失いたくはないのでね。有能って言ってもらった。多分あ中野へもよく来ていた。まあ、CD ショップかね、とりあえずね。うん、まあなんかあれだね、神代をまあ敵になるっぽい感じはずっとあったけど、はっきり敵ですって感じにとうとうなったって感じかな。話も盛り上がってきてますね。最近日向ぼっこが好きなんだ。こうしてお日様の下でぼーっとしてる時間がとっても好きなの。このなんかなんだろうな、心ありそうでない感じの発言。お、調査指示が完了、依頼を一件やったね。